こんにちは、エンディです、梅雨が明けた横浜やってまいりました。天気いいですね、今あの横浜タイマッサージ屋さんがもう25軒ぐらいあるらしいです、そのうちワイワイタイランドで、ホームページやってるお店が、5、6軒あるんですけれども、ちょっと訪問してあのお店のね状況どんな感じかいろいろ聞いてみたいと思います。こんにちは。久しぶりです、ね、この前来た時は誕生日でした、ね、久しぶりです今ねワイワイタイランドのほらホームページもう何年ぐらいやってますかね。6年。そうですね、6年。でお客さんどのぐらい来るんですか。正直なところ、正直なところ、まあまあやっていける、新しい、この前ほら YouTube やったじゃないですか、はい、あれ横浜タイマッサージってやると結構上に出るんですよ、あれ見てどのぐらい来るんですか。見たよ YouTube とか。そうですね、結構いますね。ありがとうございますよかった。あれどこから来るんですか。遠いところ聞いてないんですよね、どこから聞かないの聞かないのそれ。あ、なんか聞くのは悪いかな。あ、悪いかなって。なんかそうですよね。あのリピートしないですか、そのお客さん。よく来る。何回も。まあそうですね。よかった。よかった。じゃあ、ちょっと紹介しましょうよ。はい、タイマッサージチャーンノイ。一番人気はどのコースですか。100分コースですね。100分コース、はい、太鼓式8分、6000円。これディスカウントあるのないの。これで6000円でも、はい、これもディスカウントですよね。そうだよね、みんな7000円。あ、普通だいたい日本のマッサージは基本は60分6000円ですからね、お得ですよね、で、タイマッサージも7000円ですよね、みんな。そうだね、太鼓式、あ、ヘッドマッサージいいね。テクニック見せてください、ヘッドマッサージどうかな。ああ、なるほど。目のところね。目疲れね。ああ、いいな。どう？サラリーマンの人もよく来るんですか？そうですね。この辺は。今、何時から何時が一番空いてるんですか？時間決まってないんですよね、忙しい時は。と営業時間は何時から？営業時間1時から夜1時までです。夜1時まで、はい、長いね。いやだって東京の方って大体11時くらい終わっちゃいますよ。早い。1時までやってる。そうです、1時。でもみんな大体2時くらいまでやってるんですよ、ね、本当に。横浜は長いね。だってみんなほら電車で帰るから、そうそうそう、緊張が多いから。緊張が多い、遠いお客さんはみんな車で、車で来る、はい、車で来る。そうなんだ。でもこの辺みんな飲み屋さん多いから、飲んでからマッサージ来る人多いじゃないですか。多くないの。多くないね、酔っ払う人。最近変わったね。そうですね、最近はあの飲むと車運転できないですからね、でも飲んでから来るあんまりいないんで、みんな寝て起きちゃ帰るのめんどくさいみたいですよね。そうだね、そのまま寝たいですよね、はい、というわけでチャンノイ、もうね6年7年ですね、はい、そうです、長いですね。長いですじゃあのこれからも頑張ってください。ありがとうございました、はい、じゃあワイワイタイランドのホームページね、良かったでしょうか。良かったです、ありがとうございます。またよろしくお願いします。